はい、お待たせいたしました。有観不支配争奪第10期麻雀上決定戦西日本リーグ大阪2組第5節、これから第4戦の対局を始めたいと思います。実況は私梶本、そして解説、プレイヤー解説じゃないや、解説は松浦プロです。よろしくお願いします。お願いします。そしてプレイヤー解説、今回はチャイナ君神戸店チームのお二人にお越しいただきました。それぞれ自己紹介をお願いします。はい、チャイナ君神戸店チーム日本プロ麻雀連盟所属、井岡美香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、チャイナ君神戸店チーム日本プロ麻雀連盟赤木由美です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、今回の見どころを松浦プロ。そうですね、20回戦目なんでちょっと休憩長かったのは条件の一応確認ですね、はい、なんか最終戦25回戦の抜け番が一応今回で決まるので、はい、まあ、25回戦抜け番ってかなり絶望的なので、うん、まあ、ここで一応条件がかかる。で、現在最下位がブル梅田のマイナス 115.1 ポイント、はい、で4番手がリズムチームのマイナス 18.2 ポイントなんですよね。100ポイント、うん、トップラス4万点ぐらいいるんですよね。なるほど。結構厳しい条件でもあるんですよね。まあ、その条件が満たせるかどうか、クリアできるかどうかということが一つポイントと、うん、そしてまあトップが今マーチャオチームで 103.2 ポイントですね。そうですよね、まあまあ大きいリードになってきましたので、そこも捕まえられるかどうかっていうところになりそうですかね。はい、それでは、第4戦目の対局者の紹介に移りたいと思います。まずはちっちゃブル梅田店の土田プロです。ドンキーが出ました。ハート、ハート、はい、ラブラブチューチュー、ドキドキ満面の笑顔ですね、はい、はい、続きましてなんちゃです。リズムチーム麻生プロです。はい、麻生さん今釣った、よりちゃんおめでとう。ん、何ですか、何やろ、見えないですね。見えへんわ、なんて書いてるか見えないな、しょぼーん。はい、わかりました。続きましてシャーチャです。ビッグウェブボッカンマルチームから足立プロです。はい、足立さん今釣ってます。どっちおるか分かってない。はい、はい、そしてペーチャですね、マーチャーチーム鈴宮プロです。はい、鈴宮さん映ってます。チューチュー牛ちゃうちゃうんかいって、はい、という4人の、組み合わせで行われます。それでは、準備ができましたら対局の方スタートしてください。はい、というわけで向こうの音はこっちに聞こえてるんですけど、聞こえてますね、こっちの声は向こうに聞こえてないか、ま、大丈夫なんでしょうか。さすがに聞こえてないでしょうね。あ、今ブチッと切りました、切りましたね。なるほど、はい。トン一曲、親は土田でドラが G1 です。井岡さん、ずっと解説席で喋りたかったと。喋りたかったんですけど、スイッチャーさんのお手伝いしてました、はい、時まで結構、じゃああれですね、はい、なんか画面が真っ暗になっちゃいましたね。ねえ、あら、あれ暗いよ、見えないよ。戻りましたかね。戻りましたね。ドラチーワンで、足立の手に1枚。足立は、シャーチャですね。あ、そして土田が、ね、これはチーチャですね。チーチャの土田がドラを引いて手が止まりました。はい、ペン3ペン払っていった。これなんか追い上げたい人がちいちゃって、これどうなんですか、こういうのは。結構嬉しいもので、私やったらなんか最後の親がいいなとか思ったりするんですけど、親落ちた後ちょっと辛くないですか。辛いですけど、まあ先行逃げ切りもありますし、まあ、最後ね、なんか親自由にできるかどうかもわからないですよね。もうここで終わりにしようっていう契約が交わされる時もあるってことですね。なるほど。さあ、鈴宮は自敗と想図がまずまずあって、本いつも狙えそうなところですが、こちらは麻生。まあここはあれですよね、あの最終戦抜け番のあれもそうですけど、と結局5チームのうち頭に叩いて意味ないですもんね。そうですね、うん、まあまあまあ、そうですよね。そこら辺の兼ね合いというか、うん、チーピンが重なったところでどうするか。ん？
イースピンの両面を払ってきましたが。あ、どっちです。あ、223から。223ですね。両面固定ですね。両面固定ですね。失礼しました。そう、ここで9番が重なった。さあ、チャではないから。うん。で、ターツオーバーですか。誰が高そうですか。高くなりそう。鈴宮さんかな。ドラ1枚持ってる人がまあまあ多いですよね。みんな、うん、枚ずつバラバラ。そうですね。鈴宮がみんな1枚ずつ持ってるんですけど。うん、ここでシャー切るか、3ピン切るか、どうするか。うん、あー、3ピン。3ピン。私はまあ手順でそのうちペンチースを払いそうですよね。そうですね。うん、さあ、想像の本質へ来ましたね。はい。ペーは場に1枚出ています。仕事は1通。だから大体仕事ですね。ここでパーソーを2枚固定しました。この後は9万の統一落としが入るか。これもそのまま紡ぎますよね。うん、お、これで単品がね見えてきました。ちょっと嬉しい。そうですね。2ピン嬉しいですね。引くかな。ローマンはこれ引っ張ってるんですね。ドラを引いた時のことを考えてるんでしょうね、鈴宮は。お、そして土田もイーシャンテン。イーシャンテン。ちょっとテンパイのタイミングがぶつかりそうですが。石五郎。ヤンシャンテンになりましたね。はい。さあ、テンペが入った。6球盤でリーチ。おやり。あ、そうですね。9番が間に合ってるんですよね。9番がね、3枚切れてますもんね。さあ、このおやリーチ、対抗できそうなところは、まずは足立がね、ピン風のイーシャンテンですが、うん、そうは、まあ、ここは。うん、一歩引きます。ローマンが2枚だけですか。あと表示牌にあるんで1枚ですね。うん、鈴宮はローマンが残ってる形ですね。ローマン1枚だけか。ローマン1枚だけですか。そうですね、うん、9万ないんで、でローマンが手の中に2枚と表示牌に1枚と。9万結構出てるんですけど、シャンポンっていう選択はちょっとなさそうでしたかね。シャンポンは、まあ、でもドラ切ってってことですかね。ああ、そうですね。ないですね。ないですね。ないけど。ないですか。リャンハン下げてシャンポン、うん、ないですね。ナチはどこまで対抗しますかね。3ピンが4枚見えてる状況です。でも両ピンゲームスやから、うん、そうですね、両、うん、ピンゲームスライド。さあ、ラス1引けるのか、うん、テンパイ。ただこれだとドラドラなんでね、これ行くんじゃないですか。ドラドラ1スワン、うん、E1 は場に4枚飛んでます。まあ、スワンで確実に上がれるというかね。おおー、結果の場合ですね。やっぱ表示牌で当たったら、うん、まあ、ドラが絡む可能性も結構ね、ありますもんね、パワーギリーチ。なんか切っちゃいそう、私。私も切って普通にリーチみたいな、追っかけみたいな。ドラドラやしみたいな。まあ、全然不思議じゃないですよね、追っかけても。すごい上手ですね。イーマンが薄いのが嫌だったんですかね、イーマンないのが。確かに。むしろそっちかもしれないですよね。もうちょっとあったら勝負してたかもしれないね。うん、まあ、あとはの、うん、どれだけ他のね、うん、メンツっていうか何枚通ったかにもよりますよね。はい、マンズ結構想像通りましたもんね。はい、結構あんまりないってことですね。他に当たるところ減ってきたっていうことですね。減ってきたんで、うん、はい、取り転売リー局です。当たってたわみたいな感じですかね。はい、さえ通わって感じですよね。一番2000円ですもんね。はい、トン局一本場に移ります。親は土田。私さん結構なんか攻守のバランスがなんか結構
いいイメージあるけど、ね、受けが強いっていうね、うん、受けが強いですね、うん、割とでもすぐあっさり辞めてるっていう感じでもないですね、はい、ともあれ、めんちゃん、はい、個人2節、3節目に行かないポイントを崩しちゃった感じなんですよね。あでもあそうでもないか、だいぶ連投してました、ね、そうですね、1人で4人か打った時 が, たがありましたし、ね、ちょっとマイナスしたぐらいでしたね、うん、ドラがいいピンです。なんか誰も高くならなそう、誰が良さそうってほどでもない。あ、足立さんがね、うん、ちょっと良さげですか。次、映る、うん、このただドラもないですしね、うん、想像に染めればっていうところか、うん、ただ両面もありますしね、先手になる可能性も大いにあると、うん、なんか足立さんあんまり安いって上がらないイメージなんですけどね、手役作りに行くというか、行ってる感じそうですね、しますね。場合によってはチュントイツ落としのメンタンピンなんかも ね、あるかも、うん、さあチーソーを引いて一歩前進、ソーの手もちょっとあんまり時間がかかりそうですけど、テンパった、やめて、やめて、3色の手代わりですか。3色の手代わりか単品か、早いから単品行こうとか、想像連続系なんでね、もしかしたらテンパ崩す可能性ありますよね、うん、これはちょっと崩しにくい、うん、私喜んでリーチしちゃうな。リャンオーピンのオーピンとか引いたら振り点リーチまではどこまで済ますかね、わかんない。でも今リーチ打つ人も結構多そうな即リーチですよね、うん、やめんし、まあ、闇点で積もったら積もったら上がって、まあそうです、上がって2ボ取ってって感じですね、うん、1、2、3も狙えますが、どうか、あ、そうそう、こういうのでね、お、うん、あ、買えない、買えないってことは3色待ち、うん、ってことですね。あんまり怪我したくないんかな、高くしたいっていうことですかね、うん、あとやっぱりそうは、ここで手が止まる、何キロ、まあ、自敗は全て安全そうなね、今のところパイですが、ここも崩さず、崩す気はないみたいですね、うん、どうやら三色にしたい、ね、刺し子とかね、うん、今のローマンで刺し子とか狙えたり、一回チュン外しても、なんかありそうなところではありました、うん、このまま いかはるんかな、やっぱりじゃあこのウーピンでは、まあ、当然ながらね、ロンドができない、うん、どこ、まあ、3色待つならリーチ打った方が、うん、そうなんですね、3色が確定するわけではないんでね、うん、高め3色になって安め引いたら、あーそう、ね、一緒ですからね、うん、その間それから面単品に行こうとかよくないですか、そうですね、チューン2枚落としてチューン2枚落としの面単品にするか、うん、足止めをしておくか、うん、今かなり自由に打たれてますからね、そうですよね、リーチって言われたらまた足立さんちょっと行きづらくなりますしね、その時は守るんでしょうね、その時は、うん、面単品、面単品になってますよ、なってた、うん、なってた、ドラドラですしな、こちらもイーシャンテン、イーシャンテン、にゃんかん、そうですね、うん、まずはヨーロッパなんで、ヨーロッパ、あ、シャンポンの変化とかあるんですかね、チューンバゼラですもんね、それが一応あるかな、まあ、それも視野に入れてるんでしょうね、うん、どうだ、さあ変化もしないままむずむずしる、そうですねもうなんかもうむず、私もうむずむずする、これこれでちょっと、あ、これで順切らない、うん、10巡紡ぎを繰り返しております。あ、テンパイしましたね、さあここで、まあリーチがかけてくるでしょうね、ここは1ワン切ってるのかな、
7万が2枚2枚切れたのか。でも引っ掛けて逆に、うん、カンチーワンリーチ、うん、そしてこのチーワンが2枚とも残っております。なんかあの割に2枚見えてるけど良さそうに見える感じしますね、うん、これ7万は、うん、このウーバン打てるか。スーアンギビーチこれ打たれたらうわセカンウーマンやったらって思うかな。あ、ここでリーチかけました。じゃあ守るっていう選択肢ではなかったですね。うん、ラリー来てからぶつけるのやったら先に打ってたらまたちょっと違うね、そうですね。ドラの EP 打てないとかね、うん、12巡目ですか。あのあ、まあ、リャンピンまず捉えてますからね先に。あ、そうですね、リーチ打てたらそうですね、リャンピンとウーピン捉えてるんで。鈴宮はこちらスマを中抜きちょっと違いましたねめっちゃ手が踊ってたんですよ違う、積もったような手つきさあ、アスが自敗があるか、うん、ねえ。アマチュアこれでツモがなくなりました。さあ中央がいるのかラス1お、おーたリーチ、ツモ、ドラにゃうにゃ。さあ裏乗るか、乗ったらスイ見えない見えない自敗っぽいですね。シャアやった、だからドラペっぽいですね。2000は2100ホール裏ドラ開示して、そう裏ドラ開示をしないとこれがペイでしたね。はい。2000オール。なんかもったいない気もしますね。どっちの？うん、リャムピン。やっぱああ、先に言ってた方がいい。教託と親のレンチャンやし、うん、一番レンチャンしてほしくないところやから、うんうん。守るのかと思いましたけどね。そうですね、まあ。降りたいんかなと思ったんですけどね。でもなんか沙織ちゃん。神に見放されてるって言ってたけど全然見放されてない大丈夫そうですねさっき言ってた、うん、神に見放されてるって言ってたけどでも役満3回上がるってさっき言ってたどっちやねん役満3回もいらないですからね、うん、あドラガシャさあレンちゃんが続いておりますさあお白アンコアダチアダチ、うん、そして鈴宮ピンズが多いですね。ピンズが多い形。8枚ありますが、嘘から来ました。うん、ちなみにドラのシャアが1枚あります。これ形はまずまずなんで、もうシャア切っちゃうかもしれないですよね。さっさと切っちゃう。そうですね。ましたね。麻生はこれで役役。これ親早いかなって思う、うん。そうですね、みんな。そうですね。シャアは切りやすくなりましたので相手がどこまで引っ張るか、うん、これなんかペンちゃんとか払っていきたいでしょうけど、まあ、ストレートにね、うん、そうはピンズへ向かうんでしょうか。あちも両面系ができます。これでペンチーワンを払っていった土田、うん、あそうもピンズへ伸ばす。これまあ厄介あんこなんですけど、うん、管理屋さんあたりからさばいていくんですかね。タイプ的にはそんな風に見えないんですけど。ああ、なんか仕掛けなさそうなイメージ、うん、これ麻生からね出ますよね。仕掛けずあ見送りましたね。麻生が弱い目でも仕掛けない。麻生が三役ですか。三役そうですね。三役本一ちゃんた、まあ、三役はちょっと役役が多分限界なんですけど。これでもなんか高そうな人と速そうな人がいるからちょっと速度合わせる人もいるかもしれないね、うん、乱造のさっきのさあ2枚目トーン、はい、うん、これ仕掛けましたね。麻生さんエラーってなってるけど、うん、展望がエラーになってますね。治りました。うちはここで関連層を2枚打たれたんで嫌っていきました、うん、さあそしてスミアにピンズが集まる。土田もこれでん、うん、あ、そっか、両面両面のイーシャンテンなんですね。イーシャンテンなんですね。両面両面のイーシャンテンでピンズが、そう、ピンズがちょっと高いんでね、で回避する手はありましたよね。そうですね、今のでチーマンスチスト、あ、すごいもうちょっと天才すぎる今のドラはありませんが、リーチ、はい、S、チーワン、
あ、でもこれ同じになってる。一緒です。ウーピンを切ってでも。そうですね、同じですね。はい、失礼しました。そうね、一緒ね。スチソーですが、これスチソーってかなり。ザクザク？ザクザクですね。そうですね。1、2、3。あ、そう、オーディション10。ウーピンを、まあ、現物。3だけですか。あと5枚ですね。はい、5枚。あ、そう、どちらが、あ、ここでトラのシャアは全部見えましたね。トラでもなくなったんですけど、なんかメンタンピーっぽい捨て牌な感じですね、親の。あ、そうですね、ベンチャー払ったりとか、ね、積もりましたね。1積も、さあ、裏1個欲しいところ、まあ、ない線は1200コール刻みますね。でも連チャンするのがやっぱりね、そうですね、嬉しいところ。こういう時、まあ、なんちゃあるい、まあ、小型にいる時はやっぱりどういうこと考えるんですか。流したいですね、もうとにかく。普段より安くでもいいか、とりあえず流したい。さっきのやつとかも、もうすごい流すためにリーチしそうな感じします、ね。ああ、なるほど。あの、足立のやつですね。はいはいはい。今の親、早そうやったんでね。その流すために普段よりも早めに仕掛けを入れたりするってこともあるんでしょうか。さっきの麻生さんピンズ高くて、あの打点が高そうなのと、うん、親の土田さんがちょっと速そうなんで、はい、シャーダチさんやったらアンドウチしてるかなっていう。ドラがパスそうです。今回は崩しそう。今回厳しい。とにかく2、4、6、8、8勝8敗。まあでも親番なんでね、コマンするって言ってたんで、してほしかった。ハッシュやからみたいな、ね、そうそう、言っとったから、めちゃくちゃめっちゃ普通に何から来てた。普通、まあ、役まで何の小型でいいんじゃないかなっていう。あ、でもまだほら、第3弦あるかもしれない。あないって。あ、もう二度にもここで切られて終わりましたね。終わりです、終わった。まあ、とにかくチェーンを仕掛けて、ひたすらレンちゃんにと向かうってことですね。高くなる。こちらはそう、両面ターツが1個できました。そして足立は両冠が埋まった。鈴宮は1面ツあるが、ちょっとこちらはね、重めでしょうか。これ親番の土田さん、あ、なしかけました、シャーチャーの方。足立ですね。もう流そうと。そうね、くっつきのいいシャンテンなんですが、はい、これ急走切ってますけど、急走なんかもったいなくないですか。ドラがパーソー、そうそう、チャンタもありますね。一応チャンタもあるっぽい、ね、ドラ受けるんやったら6も8も一緒で、まあ伸び、やんめんにはならないんですけど、あ、チェン出た、2枚目。土田さん、仕掛けましたね。パーソーが、イーペイ後部組の打発ができました、ドラをリリースしないといけない感じですか、パーソーさんも。ドラにくっつけば立つ、そうですね、振り返られますよね。まあヘッドになるかもしれないですね。はい、さあ、ああ、どんなに打つんだろう。いいシャンテン取れますか。取らず、取らず、うん、といつでも若干見てるんでしょうね。あとは泣かせに行ってますよね。ああ、なるほど。流してくれっていう、そうですね、足立さんに上がっていただきたい、はい、そうですね。なるほど。まあここをとりあえずカンチャン払っといて、あ、チートイツ、チートイツも見えた。ドイツ難しいですね、うん、まあ、足立に流してほしいのもありますし、うん、自分も上がりたいし、はい、何切りはるんだろう。さあ、何切る、手が止まりました。迷う、何切ろう。想像は結構真ん中で分断されてますよね、うん。これでギャンウッパーワン、どうしようって。今日ピングロンかな、ん、何しようと思う。単発選択ですか。ペン酸素を払いに、うん、やっぱちゃんと意識の、うん、あ、これでリャンペイコが見えた。ありますね。しかし、うん、足立のリャンウッパーはね、強そうです。強すぎますね、さすがに。これ、あ、これでウーマンで
たりになりましたね。足立がシャーで1000点は1900の上がりとなりました。これで土田の連チャンはストップ。いいさばきで、そうですね、今回はシャーも反応もスッと来ました。これでトン2局に移ります。親が麻生になります。ドラが、チュンですね。端含みのドラが多い、うん、あのハンチャンですが、そっちの方が難しいですよね、手組み。まあそうですよね、うん、自敗がドラとか、自敗だと1枚あってもね、あんまり役立たないですもんね、うん。麻生のハイパイ、スーピンアンコ、すごいいいですね、ピンズが一目打つ、そうですね。みんな親の時に結構手が入って、うん、一目打つできたところでペーチャーですね。ペーチャー、はい、何から切っていった、ペーは一枚倍に飛んでいます。まあ、ブー梅田はトップラス4番点ですからね、うん、もう少し加点が必要なので、まあポイントのね回復するっていうのは、うん、とにかく上がりバン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 重ねるっていうのが大事ですよね。長打を狙う必要はないですよね。なるほど。安くても、安くてもいいと思いますよ。あの局進めても、まあ別に局進めて親番で頑張らないと、やっぱり、うん、やっぱりゆっくりしてたら回復されますからね。テンパイしましたね。親につきリーチ、ウソと Q1 のシャンポン、 Q1 バイッチ、これは小型はどうでしょうね。鈴宮は一応反撃はできそうな形ではあるんですけど、うん、そこまでリスクを負わなくてもいい立場ではありますよね。ドラ1人しか持ってないですもんね、はい、しかもドラはこんなに使いにくいちゃう。他の人持ってきたらもう、はい、前出れないですね。1枚ずつなっちゃったら2枚になればね、うん、勝負になるんですが、統一が増えてきました。土田ここを入れますよ ね、一応ターゲットではありますからね、はい。私は反敗がないんで、とりあえずまっすぐ行きますよね。行きたくない形ですね。全然まっすぐ行きたくないけど、何もないから。このトイラなくなったのかな、サボちゃん。反敗なくなっちゃった。ないですね。トーン受けるか、ダブトーンやっぱいいのか。そうですね。キャンソーから。じゃあもう次ウソ。そう。で、ね、中筋。ね、うん、そうですね、パンソーと自分で引っかかれるやつ、自分で引っかかれる、ちょっと嫌やな。今連続切れたよみたいな、人のせいにできるもんな。なんかマジ引っかかりそう、あ、もう引っかかりそう、もう引っかかるで。なんで嬉しそうなんですか。いやいやいや、じゃあなんかみんな期待してるからなって。期待。あ、お、引っかからず、引っかからなかった。え、助かるんじゃないですかこれ。いや、次ぐらい引っかかるでしょ。引っかかります、自分で引っかかっちゃうやつね。なんか人がね、やったらなんないんだけど、自分で引っかかっちゃうやつね。これみんな期待してるんじゃないですか。ワクワクしてますね。ワクワクしてる。ワクワクしてる。どうする、これ安牌がドラが中です。安牌はでも今ランゾーね、ランゾー、切り開いてくれたランゾーが一番あるので、次は誰、あ、今は現物、現物入っております。とはいえ、まだ粘りたいんですかね、土田さんは。もしかしてリャンマンコになったんで、ちょっとそうそう、まだちょっとやる、そう、こういうのね、あ、でもこれ、これちょっとやばいかもしれない。チーピン現物ですけどね。あ、まっすぐ、これ何、まっすぐです。まっすぐ、まっすぐでも数層出ちゃうんですよ。あ、でもこれ、一応ワンチャンスにはなってなんですよね。そうですね、リャンピンのワンチャンスでしょ。そうそう、リャンピンのワンチャンス。これ、これ、あ、え、いやいや、目いっぱいだから、想像には手をかけないのか。ファーマン、ファーマン、
とか結構きます結構これどうするはんやろハートあでもこれで、うん、リーチのみ2000点と安かったですねほって感じですねうん、まあ、でも安かったのでね麻生が連チャンに成功しました、うん、本2曲1本馬2曲1本場でそうですね親が連チャンしてもう6曲目長くなりそうですねちょっと珍しい ね今日の対局にしてはみんな結構ハイパー悪いハイパー悪いあーハイパー悪いですねドラのなんか1枚ありますがそして足立は想像が多いんですけどちょっと飛び抜けも多いあー鈴宮が高ハイパー鈴宮いいですね、うん今見せずにもうバーン切りましたからね一日さんちゃんとそうですねあちゃんとチャンスでちゃんと終わったまた違う単品系ですかね想像の一通とかいうよりは そ,、ね、あそして鈴宮はイーペイコーの私も出てきましたがつもぎり安全牌持ちつつ、うん、マンズの伸びと、うんまあ、想像で安眠変化どうせ指導なく前提で手を進めるでしょうね、うん、さすがにこの、あ、カズハイも残さない残さない、うん、もうサオリちゃんいいシャンテンですね、はい、3色は崩れる可能性が高いですがお、いい位置に行けるかどうか寄ってきましたね、足立、うん、寄ってきましたね3番から引ければチュンチュンと落とせますが3番から引きたいですねはいもし3番1強いシャンテン、はい、白がね、麻生がいそらこ出ましたポンテンですねカンパーピンカンパーピンカンパチ多分するかな外す可能性外してやっぱちょっと考えてますねラーメンチありますねでもやっぱり天杯の方が偉いと、うん、さあ私は早くリーチをかけたいところですがこれはもう何切りましたねバシッと、うん、バシッとなかなか入らないですね私は統一かけてきたんですがこれ単葉に向かっていきました、うん、実はまだテンパれず手がなんかもう怒っと早くみたいなリーチかけたくてしょうがないんでしょうねそう仕方がないけどまだリャンメンリャンメンのイシャンテンってあれですか、7巡ぐらいかかるんですか、平均確か70? 70か80ぐらいかかるんじゃないですかこれでチーム本店も取れますが、取らずやっぱ三色意識が強いってことですよね、うん、そして麻生もどうでしょう、ペイは置いときたいんでしょうね、アンパー置いときたいですねうん。カンチーピンを埋めた立ち、はい、カンチーソーとラーメンのイシャンテさあ、チュンがアンコッタこれでマックスいきますねおちゃんと3色チュン7は大丈夫そうですねさあ、積もれるかラーメン落とし見せましたあ、そうだ、チラッと見ましたラーメンの下でみたいなさあ、これでもリーチ行くとパーピンがね、うん、あ、キューピン物ですもんねちゃんと妥協のキューピンもねえキューピンね、まあキューピンあ、3番出たよこれで高めちゃんと三色チューンチューンちゃんと三色3級ですか安めは1000点
あ、これどうですか？これ、あ、いいピンで上がりました。3万っていうのは2枚目だったんですね。ペン様2枚目、まあ順目との比較でしょうね。他も仕掛けてると、あの鈴芽も仕掛けてるってこともあったんですね。3900は4200の上がりとなりました。これで土田持ち点は、あ、まだ4万点には到達してませんが、392、無理なくちゃんと3色に移行できてよかった感じでした ね、 ね、これで親番が、足立に移ります。ドラがパワーになりました。そうですね、ぶつかりそうな。カンパスを引き入れた土田。わあ、何着るやろ。まあ、自敗から手なりに手なりにね。麻生がちょっと形が重いですかね、さあ、鈴宮がドラパーワンです、本一も視野に入れて、はい、うん、ピンフイツなんかを狙ってる感じですか ね、 ちょっと私はイーペイコー含みの手配になってきました。キューピンがもうでもすでに3枚切られてて、さあ土田は1通目指してです ね、 そうですね、あと1面通を両面系で作りたいところですが、私が統一、私は全員統一が吹いてきた、そしてスニアはマンズがこれで9枚、結構多いですね、はい、これはそんなに嬉しくない、いいピン、その手が重たいと。展開的にもあまり参加できてないですね、はい、すごいスッと切らはった、ドラのパン、そうですね、メンツ手、シートにはしないと。早い時は結構リリース早いんです。それはもうチート入れにくい、これでチート率ですか。チート率になるとパーマンがね、ちょっとでもあんまりチート率いく気なかったんでしょうね。そういうことでしょうね、さあ、あーほんまにショック、来る順番が悪いというべきか。そうですね、来る順番がちょっと、そして鈴宮がこのパーマンをチーして、仕方ないかもしれない、今のは行くって決めてなかったんだから。麻生さんもチート多いですね、麻生さんチート多い、麻生さん、あ、そうですね、麻生さんチート多い、さあ、はいを選んでいきますよね。ウーピンは場に1枚出てみました。うわー、うわー、マジかー、もううわーってなってそう。さあ、あ、そして鈴宮が着々と鎮逸に向かっていきます。鎮逸度第1は跳ねまんすか、はい、あ、3番はスルー、4番出て3番、あら、チーですね、これイースマン二度計、3万ポンもありだったんですけどね、なんかもね、そうですね、結構それでも良さそう。さあ、それがイースマン二度計がどうなるか、3万がないですかね、フォーメーション決まったら大きいですね。リーマンが2枚まだ生きてるんですね。ああ、しつこいわって感じですね。うん、4回も。足立はラスメの親なんで、リーマンをね、自分で切ってますしね。持ってきたら。持ってきたら切る。もうパワーも切ってるから切るかな。
かなか進まない。椅子座はちょっと椅子座厳しいですよね、これ。あ、テンパイ。三層ポン、はい、からのトイトイもあります。は3ピン、数ピンはもう前に出てるから、トイトイまでは厳しいでしょうか。うん、ランワンサードだ。これは打たない。打たない。さあ、そう、残って自敗3つなんですね。ドンシャナン。ナンは、ナンこれなくなった。なくなった。シーソー。これもすっきりしますね、うん。もうやめましたね。ここで仕掛けが2件。しかも1件は高そう。まあこれはやめますよね。はい、4ピン。3ピン起きれば、3ピン切ったら良かったんですか。どっちでも良かったんですかね。ローピンは、あ、今通ってたのか、うん、さあ、イスマンテンパれるか。引けない。さあ、テンパらない。テンパらず、これ打てるかどうか。あ、いった。これはパーワン受けを残すのか。いや、つもぎれましたね。パーワンがないね。あ、そうですね、はい、もうカビ茶で3枚1枚は泣けたけどあ、詰まりました。500オール。これでもあれですよね、麻生や土田にしてみれば、うん、あ、よかったって思ってるんじゃないですかね、うん、ノーテンバップ払うよりは。そうですね、まあ、うん、やでも、いやでも鈴芽さんが上がるかもしれんか、やっぱり上がる。鈴芽さん上がったのが偉いことになりますからねそこまで見えてるかどうかですね、鎮逸まで、鎮逸ドライチってなってるかどうか。7万ちょっと止まってたんでね。うん、あれさっき足立さん7万昇降してつもぎで、次7万でちょっと昇降して7万切ったから、うん、テンパってない、ないかもみたいなって思いそう。なるほど私はまだちゃんみたいな。さあ、ドラがウーワンです。トン3曲。え、今ウーワンアンコの人いましたよね。そう、ウーワンアンコの人は、ね、やえ、あ、おもや、あだちさん、あるやんね、おや、おやばんの、おやばんの。あ、そうですね。しかも形いいし、やばい。この後の、あだちの手にウーマンがあんこ。あ、これタイヤもいけそうですし、役割重ねてもいけそう、ね。さあ、チャンスが、チャンス性が来たあだち。こちら鈴宮、鈴宮も2面ツできてて、まずまず。土田もこれでピンズが良くなりましたね。初のポンもできそう。あ、そうがちょっと重たいですね、ずっと。国士は行かない、行かないですね。イーマンから来てますもんね。今のチーピンとかでさ、残しそう。私、私も残す。イーマンとか切って、あー、ローピンとか引くかもしれない。4面詰めがまだ未確定ですもんね。うち、ん、によるかもしれないから、5、7とかになってもいい、いいし、カンロピン、はい、切りそう。イーマンこれは残すか。うん、さあ、小型のスピードが勝るでしょうか。麻生は苦しい。本一に行くかなと。本一に行って、押し引きの判断をそこで決めるって感じですかね。いいシャンテンに取るんでしょうか。ドラが動くんですもんね。あの周りで一面作りたい。麻生さんも結構ちょっと受けたいですね。休憩ですかね、この曲は。休憩。あれ、休憩してない。積極的に行きましたね。様子見ながらですかね、うん、ちょっと仕掛けて。まあ、自敗がいっぱいあるんでね、降りやすいと、うん。ドライルほどちょっと効果は薄いがというところでしょうか。さあ、これで土田は初のポンテン三面茶のかかるイーシャンテン。これはチーしないですよね。はい。さあ、これでドラを切った。足立はポンしたら面白くないですか。ああ、面白いですね。面白い。やらしい、面白い、やらしい。いいですね。甘露は上がれない、うんうん、上がれないのか。上がれない？
官老案がどうなるかですよね、うん、どうなるかになる、うん、見せるだけえでも一応シャンテンですもんね、本してそうです、うん、官老案リアウンピンの一緒に来ました3万3万さあどうするかね、ピン綱の形はちょっとちゃんと作りに残しておきたいですよね、うん、7万、まあ、管理アンマーでリーチ打つのも、うんうんうん、さあ水槽はストレートに、うん、想像はどうでしょう、太陽も見たらちょっと残したいところでしょうか、うん、シャンテンキープのまま太陽を見るならいいピン、うん、これが、土田の論敗となりました、うんうん、初で1000点は1300、うん、悲しい、うん、ひょうりちゃん包丁ですね、そうですね、うん、全然神に見放されないこれはトンラスですか、はい、トン4局、はい、形はちょっとドラアンコのチャンスでしたが見逃せることはできませんでした、ドラが老僧、親が、鈴宮ですね、今でちょうど1万8000点差、あと2万2000とトップダスを決めないと土田は逆転ができないと、はい、トータルチームトータルがですね、麻生さんとですよね、そうです麻生と、なんで麻生今現在2着目ですからね、はい、まずラスに落としてですよね、まあでも個人のね、はい、そうですよね、それもありますから、ね、個人もありますからね、スズメの手がちょっと面白いか、三色かドイツか、そう、国士も見ながらのちゃんと三色、純ちゃん三色とか狙いそうですね、はい、ドラがローソンの手配ですが、ここからどういう風に狙っていくのか、なんですかね、それで薬牌を貯めましたね、おいいとこにいた、純ちゃん三色が狙いますよ、はい、嬉しい、今これ、うん、あ動いてますね、うん、はい、そう持つもぎってさ、ドラを持っているのが足立、うん、天杯が外す、ドラが老僧なんで、うん、老僧にくっつくか、まあ、イーペーコに変化するか、うん、ただあれですよね、ウソがもう3枚場に見えてる感じなので、うん、どうかな、やっぱ縦重なりのシャンポンリーチとかですか、うん、まだ9万はションパイですからね、そうですね、そうなるとこの鈴宮の9万が危ないですよね、ワンチャンスって言って、はい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 、はい、さあ、こちらさあ、そうはちゃんと3色だいぶ整ってまいりました、お、ただ3シゴロが見えましたね、これで一応薄い、嘘ですけど、嘘ないんでね、そうなんですよね、あ、でも9万切ってきましたね、そうですね、パーピンを引き入れて、うん、さあ、ここで初、目いっぱいに構えるか、目いっぱい、目いっぱいいきましたね、さあ、待って、これね、結構おわ、すごい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 、3万はこれ3万ここ減って3万2枚ですね、フェンチ1の天杯になりましたがどうでしょう、3万はあと1枚ですね、これね、足立さん多分帰ってこれなくなるような気がするんですよねここでリーチ打っとかない帰ってこれないぐらい、そう、老僧がいつまでもくっつかないパターンですね、帰ってこれ帰ってこない多分帰ってこれない、帰ってこれない天杯帰ってこれないケースが多々、さあ、鈴宮三色も、うん、さあ、ここがオーマン引っ掛ける先にこんな高そうに見えるな、あ、これでもドラタンキないですか、ドラタンキ、ドラタンキリーチはいいんじゃないですか、逆にいいじゃないですか、
こまでね。ドア短期リーチ。あら。闇。リーチはしない。上がれない。リーチしちゃえ。え、リーチするんじゃないですか？え、してない、してないですね。してないですよね。でもこうなったらリーチした方がいいような気がするんですよね。おー、来た。これはもうやばいですね、これ。引っかかるんじゃないですか？ただ、これだから、これはそうはリーチ。いや、これ、あれ、あ、これだからリーチ来たからリーチとかするんかなって言ってしまったけど、それもないんですね。あ、これめっちゃ興奮してるやん。いいすまん。え、めっちゃ興奮してるやん、これ。稲岡さんがね、稲岡さんが興奮してる。あの人めっちゃ興奮してるんじゃない。ただこれめっちゃ興奮してるんだけど、ちょっとノーマンは大丈夫、筋。ただこれ足立はもうやめそうですよね。やめる、やめます。やめるか、行くならもう、行くならドア短期で先行ってますもんね。これちょっとちょっとどう、3は1枚わー、これ出るん違う、頭。あ、やめる、やめる、出そう、出そう、出そう、出す、出る、やめる、高い、開いたー。これ高いもんね。リーチ純ちゃん三色、1万2000円の上がりとなりました。もう川が高いですって言って、やめそうな雰囲気あったと思うんですけどね。うん、まあ、2人の筋、うん、あ、そうですね、2人の筋立たないですね。テンパってるから一応ちょっと、うん、ちょっとひょっこりつもん、ひょっこりつもんね、ひょっこりローソンつもったらね、大きいですもんね。で、何人、はい、何人となりました。親は土田、ここで連チャン、大連チャンしたいところですね。やっぱり優勝者は違いますね、ゆりちゃんは、ね、本当ね。そうね。ゆりちゃん上がった。さあ、土田、この親番は連チャンをしていかないといけないんですよね。そうですね、なんか展望あったから、多分。まあなんかちょっと麻生をはい、かわすのは無理になったんで、うん、もうちょっと展望がありますさらに4万点ぐらいいるのか。これそうですね、まあでもいや、かわすの、いや、まあ直撃するやつとか、これね、並びがもう結構ね、麻生を出すにするのが無理なんですよ、はい、で今度足立との点差で今4万点差ぐらいあるじゃないですか、まあ、3万5千、そうですね、あとあと4号ぐらい、4号ちょっとぐらいつけると、これ、え、麻生さんのところの次が足立さんのところなんですか。そう、あ、で、ね、チャイナ、あ、チャイナ君が、チャイナ君今抜け番ですもんね。そう、はい、でも蘇点で稼ぐしかないですね。でもチャイナ君は蘇点で稼がないといけないんで、ちょっと無理なんですよね。あ、蘇点、あ、自分操作できんから、10万点以上しないとできないですもんね。だからビッグウェブ落としてっていう形になるんで、うん、あと3万、んじゃ あ、 あと4万5千ぐらい、麻生がでもイーシャンテンになっております。土田も一応イーシャンテンなんですが、これカンチャンカンチャンですから、すんなり埋まるかどうか、うん、あ、ドラを引いた、これ関連は連敗ですが、これ崩しそうですね、うん、ゴロチに目指して崩しました。ここでペンちゃん払っていく形。おー、成功しました。あー、これでうまくパーピンのテンパイ、うん、さあ、このリーチを受けた土田は今2ピンと1ピン、うん、2ピン積もって急そぎり、いやー、高いあー、これは痛い、ペンチーソー払った瞬間のドラ積も、ね、1、2追いつけるか。あと2枚ですね。あ、意外と薄めですね。意外と薄いですね。はい。高めも1枚あります？ 1 枚ずつですね。ウーピンが1枚。ウーピン1枚、パーピン1枚。これ土田の入り方次第ですもんね。ウーピン引けば単用で役割が。もう行ってますね。うん、行ってますね。でもこれここ行かざるを得ない、うん、そうですね、ここはとりあえず公開版は行かざるを得ないっていうことですかね、うん、これやれない。さあ引けるか。確かに入りようによっては出そうですね。うーん、チーピンは切る、はい、まあ、チーピン引くとアウトですよね。そうですね。
ここでボスがこれで連冠に取りました。そうそう、これでちょっとバビン出ない形になりました ね、 出ない形になりましたね。そうですね、連冠、連冠、連冠、カンちゃん、連冠、カンちゃん、あ、ピンズがチピンは一応、まあちょっとだけ有効入ってみたいな、抜きましたね、うん、こっちはシゴロにいないの、うん、さあ、チーソー切るのか、ドラ、あ、そうか、チーソードラですね、チーソードラですね、チーソーもう一回引けばええやんみたいな感じでパーピン切るとか、あ、4番、3番が3番2枚出てるんで、まあ、ウーマンに期待しようと、ここにウーピンが来ました、高めがなくなりました、残り1枚、ウーマン、あ、しかしこうなるとカンウーピンが空手ですが、さあテンパイを入れた親をつなぐことができるか、うん、まあ、でもこれ泣いてなかったテンパイちょっと取れないかもしれないんでね、っていうような感じですよね、うん、さあパーピン残り1枚の行方ですね、そうはいいシャンテンですが、もう親も仕掛けが入ってるので、ただ安牌、リーチの安牌すらないという、あ、そうですね、チーピンが場に2枚、あ、チーワンを切った筋、あ、そうですね、筋突きパーマンあたりになるのかな、マンズはなんとなく全体的に見やすくて通りそうですもんね、パーマン浮きました、うん、さあ、まあ、1枚ぐらいワンパイにいるとして、うん、これまた手詰まりで今度は9なんですか、パーマンのパーマン2枚、イーソーのアスーソーの後筋で、うん、イーソー3層のワンチャンスとダブルワンチャンスでイーソーですか、うん、土田も数層通してますしね、パーマンが1、2、あ、でもだバゼロなんか嫌なんかな、ションパイですね、ね、うん、多分ションパイがなんか難しいですね、9万切るかイーソー切るか、まあイーソーですね、イーソー、これで足立もイーソーイーソーと切りそうですね、うん、あ、切らない、とりあえず初、さあラスパーピンはどこに、これ引いても回避できますよね、スーピンは中筋だから打ちやすいんじゃないですかね、そうですね、はい、回避できるから積もってきても大丈夫かもしれない、最後の積も、しかしこれで親を維持できましたね、嬉しいですね、はい、うん、さあ麻生が切って流局、うん、麻生じゃないか、足立が切ってるんですね、そう、足立が切ってるんですね、はい、2人転敗です、粘った足立もうまくね、あ、じゃない、あの麻生もうまくねコロチを作ってテンプリーチかけたんですが、残念ながら町が薄かった、うん、第1局一本場、長くなりそうですね、長くなりそうですね、うん、一番長いですね、まあ、長くなったら視聴者数が増えると、じゃあそうそう、あのアフターファイブ仕事終わった方、はい、そうですね、6時ぐらいからですか、5時以降じゃないですか、伸びるのが、ね、もう5時過ぎましたね、あ、じゃあちょっと増えてきましたかね、麻生の手が何枚ですか、これん急走から来ましたね、でもね、これが終わってあと1回あると、はい、次の受け番はこういうの成績次第と、うん、はい、周囲から抜けていくんで、まあ大体マーチョウになりそうですね、そうですね、マーチョウ現状今3番手ですから、うん、マイナスが、まあ、今のポイントが20ポイントですけど、まあ、80ぐらい持ってるのでビッグエブを頑張るからラス目なん で、なかなかそこまでたどり着くチームはなさそうですね、うん、こちらはその手配ドラの外が1枚、ダッチは想図が多いが、ここで両面マンズに両面受けができました、スミヤは白が統一、うん、いや、土田、あ、ヤクヤクになりましたよ、ヤクヤク、統一に行くのか、ドラを生かすとか、あ、でも、もちもち
第一、まあ 5% で少しずつ、うん、あ、まずハツくんのポンから入りました、うん、ひたすら連チャンあるのみというこちらですが、足立の手も悪くありません。スミヤはどうでしょう。スミヤここからしこれしか親の神茶で ね、あんまり何枚もやっぱり下ろしたくないですよね。中で憎そうな灰切りましたね、はい、孤立愛の3分を切る土田、もうそろそろ連チャンもしてほしくないので、うん、そうですね、そういう意味にさあ、言いそう切って、でも自分の手も進んだんで前進と、はい、三元牌が見えてないので、はい、若干嫌にも見えますよね。私は、とりあえず連装でしたね。そうですね、はい、さあ連装のポンも入ってドアが出てきた。さあこれ先輩した風に見えますね。そうですね、うん、でも相当自敗切りづらいですよ。もうチューンはまあ泣けることはないでしょうね、うん、あとは三ワンポンからトイトイの変化があるか、もうこれもなくなって、これでシャンポン待ち。三ワン最終的な終盤を見てそれに対応するでしょうか。さあまあもう自敗引いてきたら大体おりそうな、うん、トンは1枚切れ、あ、2枚切れですね。私はここで延べたん待ち替え、待ち替えはせずせず、ドラ進そうなんで、あれね、延べたんでもパワーが嫌なんでしょうかね、最終手出しがウーマンっていうことで、あ、しかしこのパワーマンで上がりになりました。はい、単野をドラ1、2600は2900、ここで土田の親が落ちました。最終手足ウーマンがってことですかね。そうですかね、欄干を考えてとか、普通だって土田延べ出しで何の親切ってますしね。そうですね、まあとも和で、うん、とりあえず土田の親が落ちたので、まあこっからどうするかですね。まあチームで多分話し合ってるとは思うんですけど、はい、最終戦抜け番はやむなしということで、個人のトップを狙いに行くか、うん、先輩こっちこっちじゃねえかよ。鳥居さんがよりちゃんはまあ実力だと大丈夫ドラがパーソーです。あ、でも土いいですね。一目にしてきたがどうですかね。この手格好でどこまで上がりに向かうか。現在 33,700 点の麻生、親番ですからね、うん、ここで決めたいですよね。あ、下は単品系、とりあえず手なりに、はい、来ましたね。進めて、あっちは一目つ完成。鈴宮は6チッパがね、はい、狙えそうです。あ、関数は引き入れた土田、これで両面両面のいいシャンペン、ドラはないんですよね。ドラないですね、つながるかもしれないですけどね、ローソン持ってますね。さあ目いっぱいに構えた、うん、ローソンも切って形決めましたね、うん、うまく二刺しになればっていうところですか、うん、土田は私はここでどうする。3ワンを切って両面を固定するか、ペンチャンを払う手もありそうですが、ドラがパーソー両冠に一度受けてピンズの下などに頭ができればいいかなという、あ、さあ先輩が入った6、9ピン、ピンピン、鈴宮さんぐらいしか行けなさそうですね。そうですね、うん、鈴宮は6チッパーでいいシャンテンですが、一
これイーマンとイツオトシとかするんじゃないですか。そうですね。自分でリャンマンには、あ、パーピンから行った。パーピンから行った。強気に。これもでもチーピンがひこっと入ったらローピーは当然止まらない。宝珠になりますよね。うん、でも鈴宮も自分が勝負手ですし。小さ。使うことが、あーとだ、この後はもう一回パーピンで、そうですね、いつ落としの格好になりました。ただソーズの上もかなり厳しいので、ローソーが自分の目からもう4枚見えてしまって、チーソーも3枚見えか。アッサーさんめっちゃ言ってますね。うそ、ねえ、アッサーだってチーソーはまあロースの前ですもんね。そうそうなんですよ。そして鈴宮がドアを切って追っかけました。ローピンをアンコにした6球ワン。これはさあ、アッサーもペーって聞くのかな。ペーで回るか、ペーで、そうですね、チーム、お、噛んだ、わー、ないってなってる。そうですね、そしてシンドラがローソー乗った。ローキューマンは1、あれ結構ある、2枚。ローキューマンかなり強いですよね。あと6枚、そうです、6枚やますね、ローキューマン。ないやん。一方、キューピンの方は2枚、6枚山ですからね。もう嫌なんちゃう。めっちゃダメちゃうだから。やめてみたいな。まだ決着はつかない。うわ、リーチドワドワテンパネ。これをチーすると、ローワンだけ上がれる。ローワン肩上がり。チーしましたね。で、リャンソー勝負と。これ土田が掴むとローワンを頭跳ねなんですね。そう、朝さん長いですね。3ピン、これはいけないかな、さすがに。1人には通りそうですけど、もう1人に、これどうします？これでも辻田さんに打ちたくないっていうのもあるし、そんな点差ないんで、放獣して下に自分が落ちていく方のリスクの方が考えそうな気がして、そもそも自分の手がね、肩上がりの天敗ですし、そこまで無理する状況でもないような気もするんですが、天敗もないんかな。いや、 E ピンとか切りやすいんじゃないですか。数ピン通ってるんで、筋で、あー、 E ピンぐらいしか切れるやつないですね。やめるかな。二軒リージャンで増えていく可能性もありますし、一ピン二丁とするとこありますね。まあまあ、現物。ここで麻生はダウン。まあでも結構やめる人多そうな。そうですね。今のは。で、麻生はイーピンと落とします。そうですね。さあ、そうなると。あ、通った。3ピン通った、通るんかい。あ、ローマン、これで鈴宮の上がりとなりました。リーチ、ドラ1、ドラ2、ドラ2、6400。これでトップが変わりました。トップが麻生になった。一度は312ですから、麻生の下2500点差。ただマーチャーが上がってきましたからね。そうですね、271、マーチャー3番手、鈴宮の持ち点が271ですから、トップとは6600点差。本当リーチかけて自分の待ち合い考えたらすごいテンション下がりますよね。そうだ、何食わぬ顔してやらなかったのが、そうそうそう、違うねみたいな顔をするのが。で、親は誰か、親は足立ですね。そうですね、一番今ラス目の足立さんが親はラス前ですか。はい、ラス前ですね。接戦、足立と上位3人が接戦ですけど、はい、そうですね、足立さんが巻き返したいところ。足立は先制を取らないと
でもでも取れそうな心配ですね。手配が。こちらは現在トップ目の麻生、ね、麻生のただ手は終始あんまりいいとは言えないですよね、うん、あのちゃんと3色決まった以外は、ね、こちらは鈴宮9ピン切ったね今の9ピン切りたくないですか、足立さんの手、足立さんの、あ、まあ、昨日も9ピン切ってスワン入ったら高め単品になるから、昨日もあったやつですね。今もありました。まあでも実は3色変化が一応残るんで、うん、パーピン、え、まずジャントってこと、パーピン引いてチーピンヘッドレスに一旦構えて、あ、まずジャントとか、ね、まあ、ローマンとかね、ウーアとか引けば、そうですね、3色見ながらピンフのイージャンテント、あ、これで決めましたね、ドラピンフに、あ、ドラドラ、そうですね、嘘、ここではさすがにということで、パンチピンを見た鈴宮、これでイシャンテンです。イシャンテン、あ、実はね、ピンズを一目ずつ並べてしまった。うん、麻生はこのチーソーを残してん、どこへ行ったの、シャー、シャー、麻生もリードがまだね、そんなに大きくないんで、ここ上がってオーラスね、うん、ちょっとでも優位に立って、うん、行きたいですよね。はい、次の手が止まりましたが、ギャンはそのままつもぎりました。土田は太陽に向かってペーの統一落とし、フラウヒート、さあ、まあ結局多分オーラスも上がらないと多分トップにはなれないと思うので、はい、そうですね、麻生のツモが結構グイグイ来て、うん、もう一番形のいいシャンテンになりましたね、うん、テンパったリーチは打つで、打つでしょうね、ドラドラ、ドラドラ、はい、タンヤオ、ドラドラ、なかなかいいシャンテンか入らない、そうですね、さあ、レメは埋めた、あ、さあ、ドラを2枚とも使い切るのはちょっと難しいか、何しましょう、一旦リアンピンとかですか、ドラ切る人もいるんじゃないですか、うそうですよね、あ、でもリアンピンがないのか、リアンピンないんですね、縦がいい、じゃあ、縦がないならこれで面単品になりかもしれない、さあ、テンパ7位、全然テンパ、足立もそうですね、みんないいシャンテンですが、テンパが入りません、これ、鈴宮ローソー危ないんですよね、さあ、これで関数層に切り替えるか、カンちゃん系数層場に1枚、表示配として、あ、2枚か、2枚表示配と場に1枚ですね、2枚の飛び、さあ、テンパった、お、テンパった、ここで足立はドラギリーチ、これは行きづらい、行きづらいですね、というわけでトン、 トンですかね、観光としてるんですかね、まあ、あんまり行こう行きそうもね、ないこの親のリーチ、そうですね、一旦上がられても、まあ、別にまあまあ積もられる分には同じ分だけ削られるだけですもんね、さあ、数ピンが浮いてます、結構切りにくそうだ、ドラドラ、ね、イーシャンテンなんですよね、切りづらいですよね、パーソーいきました、筋、筋、宣言杯の筋、うん、これ宣言杯の筋でやっぱこれ、このバージョンはあんま当たりにくくないですか、ドラウソ579、うん、それでも切る、ね、それでも切るか、いやでもまあ手役絡んでそうですね、さあここで形式テンパイ、テンパイ量も大事と、粘りがもう一回飛ん、まあ飛んで、うん、さあ積もったけど頭を振り返って
これでだいぶ経点はちょっと安全に経点が、うん、はい、テンペが入りません。6球はスチソリャンソーはリャンソーも大丈夫なんですよね。大丈夫、おこれだいぶ大経点取れそうですね。さあ老朽層はます、老層があと1枚、旧層があと1、タイヤ王に取ることはできます。できそうですか。いやもう取りませんね。はい、打ったらね、打ったら、ね、上がりまでは、うん、次の土田法廷が入ってテンパイが入りませんでした。足立麻生の2人テンパイ、これで3000点広がりましたからね、うん、これ粘るのいいですね、うん、やっぱり、はい、ランサン局一本場です。いやワーダチ、ドラがまだ、そうですね、ドラパーピンになりました。はい、さあ上位の点数が徐々に削られてはいるんですが、その中で麻生が 35,200 点、2番手土田との点差が 5,500 点という状況です。ヤガーダチですがマンズが多いハイパイ、こちらは鈴宮ハクハツが統一、ちょっと押しかけてますね、うん、こちらは土田第一線チューンペーチャーアソー2面ツ完成しております。和田地からね、とりあえず出て白が泣けますから、おおお、トイトイ、ヤクヤクトイトイ、ちょチートイツの、ああ本一、本一に行きました。そうですね、チートイツ2射点取らず、どっちの本質に行くでしょうね。なんか騎士台みたいなことですか、ね、そうですね。難しい。まあ統一落とす。これチートイツの人取る人っていうか、はい、いそうですね。スピン切らずに。うん。とりあえず、まあ、なんかパーマーのあたりとか、トイトイにする人も多いと思うんでね。麻生はマンズに両面系ができた。ペンチャンを払うのか、それともストレートにロアスソー、割とストレートですね、うん、まあ、変化はピンズのところでいけるかと。スズミヤのハクをポン、どっちか行きたいんですかね、やっぱりどっちかに行きたい感じ。ちょっともう値段にこだわってないのかもしれないですね、この親流して、あーオーラスで、あ、これでテンパイ取らず、うん、これでもピンズものすごい安いんで、例えばスビ2枚出てるじゃないですか、そこに行っても面白いですよね、ペン3ピンでした、ローピン切ってのペン3ピン、ね、ペン3ピン、ちょっとなんか44って言ったら、ただこれ白はもう5枚とか嫌なんちゃうか、うん、そうですね、チューンは2枚飛びです。あ、2枚切れてるんですか、はい、今2枚切れてるね、チューン切りましたね、まあ、2枚切れてるんだよねとはいえ、ヤクヤクで捨て牌が派手ですからね。で、私ちょっと想像切りたいんですよね、うん、でもなんか下茶がソーズっぽいから、そうそう、うん、でも一色になってない一色になってない、もろ一色っぽく見えますね、もう一色っぽく見える、そうですよね、ソーズだけ出てないところ、うん、ソーズの下をとりあえず重ねて、うん、ね、仕掛けて、お、テンパった、うん、D、うん、ドラドラ、サブローは面ピンドラドラ、うん、さあここ対抗するのはこれ、これいいんですけどね、これ、あ、ヤミピン、でも上がれないね、うん、上がれないですね、ローピンが、あ、スーピンが3枚見えてる、うん、あれですね、あ、いかない、いかない、あー、ローピンこれ通った、赤取ったとか切れた、ドラのパーピン、こうなるとどうでしょう、引きですかね、
シャアシャアとかでもう一回復活とか。シャアシャア。シャアが一枚場に飛んでいますからね。そうですね。シャアとイトトシはありそうです。いいてか。三ピン二枚ぐらいは嫌やったのかな。まあ確かにね、めくり合った時にそんなに最終的には有利とは言えないところではありますね。勝負しようか考えてるんですかね。多分そうですよね。ウーピン系かなと思って、うん、お勝負した、うん、おペン3ピンで追っかけました。倍に2枚ですけど3ピン持ってないでしょ。さすがに持ってきても状況的には強い街ですよ ね、 そうですね。3ピンはさあサブローマン対ペン3ピン勝負に出たと。足立のところにマンズが押し寄せますが、そうですね、いっそこれきついですね。何切り、何やりますピン図くださいってます。3ピンめっちゃいいですね、うん、2ピンも3枚くれてる。何イーソーとかですか。まあイーソー大きいんじゃないですかね。お、チーソー、チーソー2人のマスソーの筋さあ実際枚数は3ピンが2枚とサブローマンが1、2、3、4、4枚ですか。うん、4対2ですね。鈴宮の手が止まっております。スーソーが現物なんですよね。そうですね。さあ引けるか。3ピンね、脇の人も掴んだらで す、 ですね。めっちゃ3ピン言いましたね。絶対当たらなさそう。本当だ、当たらなさそう。さあ、ワンズがこれで11枚。これ辛いな、もうどうします、いそう。まあまあ、いそう。まあ、バーソット取ったんで、別にウーソー切ってもいいと思いますね。あ、リーチ。ウーソー切って、ペン三層リーチ。ペン三層リーチですね。親？親です。三層はまたちょっといいねんな。三蔵もいいですね。三蔵もいいですよね。でもこうなったらゆるちゃんちょっと嫌な予感してそうです、ね、山にはいるけど浅いか深いか、あと鈴宮がベタ折りなんでそっちに行ってなければいいけどなぁと。さあどうなる。三三六六違う色の三のめくり合いなんですねこれ。ああ三ピンの勝ち。こんなんで当たったみたいな。2600点の上がりとなりましたが、リーボー2本付き、あ、3本付きですね、うん、はい、これで4万点突破。いや、そして土田と鈴宮の点、自分の方が全面で負けて、メンピンドラゴンで負けてんのに、こんなんに負けるかみたいな顔して、神に見放されてましたね、やっぱり。最後は、最後は、うん、オーラスです。オーラス親が鈴宮です。さあ、これ2着からすもなんか熾烈ですね。そうですね。まあ親番の鈴宮の方が現状3番手、うんうん、まあここは麻生はね逃げ切りたいですよね。マーチャーにトップ取られるのだけはね、さね、ちょっと回避したいですよね。すでに80ポイント、スタートで2位と80ポイント差なんでね、はい、そこからさらに開きますから、トップ取られると、ちょっと、厄介ですね。厄介ですね。ここはもう、3着で終わっていいじゃないですか。土田の手にドラが2枚になりました。アラサも今、ラス目なんですけど、まあ、ここをね、マーチャを3着で終わらせると、はい、まあ、上が突き抜けないんで、うん、来節ね、楽にはなると思うので、うん、なるべくトップを取らせないように、トップを取らせないようにした方が、うん、今だったら前今100切るんですよね、90ぐらいになるのか、はい、これ2着になると100ちょっとで、うん、トップ取られると100、4、50ですか。そう、シャーチャーでシャーポン、うん、これはさらっと流す作戦です。さあ、ローソンもポン、これでリャンシャンテン、そして足立にピンズが押し寄せて、これでイーシャンテンですね、うん、土田は
満点条件、満直は満直は届くんじゃないですか。満直は届くんですね、はい、1万、うん、でもこれ2着と3着も微妙いづきづらい、マゾンさん結構結構いってますねこれ、うん、テンパしてるように見えるもんね、はい、テンパったら押しやすいでしょうけどね、土は別に1着出して3着押しても状況的にはそんなに、おドラドラ吉田の個人はマイナス35。ああそれがあるのか、そうですね、そうなると、まあ、残り打つ回数もね限られてくるので、個人残ろうとしたら、はい、やっぱりトップ欲しいですよね、って考えると満着を狙いに行くかもしれないですし、まあ、ここは2着キープを頑張って残りで、はい、おっ転敗しましたね、転敗したけど意味がないみたいな感じなんですかね。リャンピンでひょっこりでも、うん、あんまり土田からは上がりたくないですよね、万が一出てリーチをして。ああそうか、それは結局ね優勝チームの手助けみたいな感じになっちゃう。そうですね、トップチームの実際トップになるのと、はい、転敗しましたね。ということはそう、これ3ピンが土田から出てもどうでしょうね。崩しましたね。麻生はトップ目なんで上がるかもしれないですね。終わらせるために。そうですね。あ、まあ見逃して危ないですもんね。見逃してね、鈴宮に連チャンされるのは良くないので。さあ関西ピンの天杯麻生がそのまま押し切るか。私は天杯を崩していますがね、はい、戻ってこれない、はい、戻ってこれない大丈夫、銀座だけ持ったら戻ってこれるか、うん、あそう見逃したいけど結構勇気がいる、うん、そうですよね、連チャンされるっていうリスクもありますもんね、うん、今スタートのポイントが 18.2、 これトップ取ったら50入るからプラスの30、うん、で回っちゃうと70ポイント差になるんですよね、うん、で見逃しで見逃さないんじゃないです、もうこんな、あでももうちょっと、もうちょっと違いますね、50ポイント差ぐらいになるんですね、うん、50ポイント差なんで、まあ50か70かって言われるところ、ね、辻田さんからはまだ曲がらないかもしれないですね、でもこれやっぱり見逃したいんかな一応、まあただやっぱりそうですよね、これ連チャンとかあるし、うん、めすごい微妙なとこですね、これそうですね、連チャンされるの嫌やし、でも長く上げるの嫌やし、残り5回70ポイントを確定にするのか、うん、これ出たら出えへんって、うん、これでもリーチしないんですか、もう中盤がないんですかね、あ、違う、2枚飛び、じゃあ無理だ、これいや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 、わかんない、いや出すかな、どうかな、ウーピン切るかな、そうそう、ウーピン切るかな、ウーピンが不意点になってるんですよね、うん、あーやめる、やめるわ、やめるはないと思う、サオリの事象にあれ、あれ、ちょ、急速来たで、今日神取り付いた、神取り付いた、やっぱり奇跡的にやめるあった、そうやめるあった、奇跡的にあった、報酬すると3着、あ、それはもう1曲あるかもって、ねね、実際は、ないけど、これはもう一回休走じゃないですか、それともチートイツ、まあ、あ、色気を出してる、ちょっと色気出してるこの地面でちょっと色気出してる、もう出さんでいいやん、もうないやんさあ次の配定で次配定で色気出すんで、もうテンパれないですよね、はい、有局となりました、危ない、耐えたーって思うね、一人テンパイということで、はい、1位が、リズムチーム麻生、2位が、ブル梅田店チームの土田、3位が、マーチャオチームの鈴宮、そして4着がビッグウェーブボカンブルの足立という並びになりました。いやいや最初はね、ちょっと独走やったんですね、土田がね走ってたんですが、麻生があの純ちゃん3色で捕まえてということになりました。稲子さんいかがでしたでしょうか。最後の難しいですよね、どうするか、私が麻生さんの立場やったらどうするかなって、ちょっと難しいなって思いますけど ね、はい、個人がどうなのか、多分大体上がりそうですよね、まあ、大体上がって大丈夫だと、
まだ5回ありますからね、まあ、トップ取られるとかいう話じゃないですしね。そうですね、5回で20ポイントがどうなるかっていう、ね、はい、あと1回になるんだったらギャンブルするかもしれないですね、うん、次が最後みたいな、うん、でもあと5回あるんで、まあ、4回かな1回抜け番があるんで、そうですね、なら、まあ、そこのリスクを背負うよりは確実に、うん、はい、いいな、純ちゃんさん、しこる、あ、いいですね、いいな、いや、ああいうなんか遊び入って、でもちょっとあれですよね、ハイパイ悪くてダメ元でちょっと狙ってる部分がありましたけど、それがうまくハマったって感じですよね、ザコザコ引いてきたんでね、うん、ベンちゃんも超えてきました。今これは、いや、今次の場所決めを知ってるんですね、場所決め、親決め、マーチャオが帰ってきたんで次抜け番なんでね、マーチョウが抜け番になりましたね、うん、はい、じゃあマーチョウから行きましょうか、はい、はい、で、のこさん、ありがとうございました、ありがとうございました。なんか画面は切り替わってないんでね、あ、今切り替わってないじゃないですか、切り替わってない、切り替わってないんですよね、切り替わってない、場所決めの様子が、あれ、そうですね、変わってないですね、そう、バギメの様子だけ、なんとスイッチャーがどうした、もうすぐ変わるんじゃないですか、いや、あれ、変わってない、スイッチャー、いや、変わってない、変わってない、スイッチャーがいなかった、あれあれ、どうしようかな、ちょっと言ってきましょうか、あ、お願いします、あ、そうですね、画面が切り替わってないんでね、多分切り替えたつもりで今からこうなんかね、あれやばい、スイッチャー気がついてないですね、そうですね、あ、変わりましたね、変わりました、はい、変わりました、変わりました、あ、そうですね、変わりました、はい、お疲れ様でございました、マーチャオ3着ということで、はい、はい、今回でも最善の努力をしたんですけどね、うん、あの、ペン3番で、ね、に追っかけたやつくらいですか、はい、あれとかも、あれと、あと、あのバーピンも悔しいですね、あ、流行したやつ、そうですね、はいはいはい、3色にわざわざ受けたのにめっちゃ押されて、あれどうなったんでしょう、見とこなかった、誰も見てないじゃないですか、私のこと、これ、え、何ですか確かに出番がなかったです、そうなんですよね、追っかけたやつを追っかけて、トイトイは嫌いですか、トイトイねえ、スーピントイ、ウーマン泣ける気しなかったんですよ、スーピンもなんですけど、ウーマンもスーピンもちょっと本一の方がいいかなみたいな、うん、まあ目に見え、三元リーチの26横移動したやつですね、はい、いきなり降りたんですけど、まあトイトイでスーピンかウーマンか泣けば結構なんか上がれそうな感じだったんで、ね、うん、まあトイトイ嫌いなのかなという、トイトイね、受けなかったですね、あんま見てなかったです、トイトイスーピン切るの早くないっていう、うん、っていうことも本日に行こうと考えてました、わかりました、はい、まあでもこれであと4回トップで、まああと4回まで来ましたよ、そうですね、うん、そうですねそれはまあ、はい、はい、で今日はこの後もう抜け番ですもんね、抜け番ですね、はい、気持ちよく、そうですね、もう全然、はい、後ろが気になって、はい、私ですか、はい、あ、すいません、鈴宮さん怒ってもいいよって来てますいやいや元気でもっとやってくださいありがとうございます、じゃあ告知の方お願いします、はい、マーチャオチームは、各駅、主要駅の徒歩5分圏内にあります、北は仙台、南は広島まで、各地にありますので皆さん遊びに来てください、はい、よろしくお願いいたします、今日はお疲れ様でした、また来月よろしくお願いします、続きましてじゃあラスからいきますかね、はい、ビッグウェブ僕頑張る足立さん、お疲れ様でした、もうちょっとどうしたんですか、今いろいろやらかしすぎやなと思って、どれが一番でした、
そのペンさんは打っちゃったやつ、うん、あれもそうですし、最初の始まりの、はい、リアウピ、リアウピもうあれもリーチしたらよかった。まあでもあれ高くなるの待ってたんですよね、うん、結局。まあただ親の土田プロからリーチ入ったらだからやめんのかなっていう印象はありました、うんうん、正直。いや親限やしと思って、あ、めくりやりになっても普通の不利でもない感じだったんですね、うん、かなと思ったんですけど。まあ、でもそうなるとね、闇転した期間がちょっと、うん、そうですよ ね、 ね、結局意味ないやんってなる感じですもんね、うん、あと悩ましいのはローソー、ドアのローソー、ローソー、ローソーも早く捨ててリーチしたらよかったと。ーリーチか、リーチせんねやったら闇転でもよかったかなと思ったんですけど、うん、でも、なんかあのウーソーめっちゃ出てて、はい、これローソーあるパターンなのか、はいはいはい、ウーソーバーバーバーで3枚見えましたもんね、表示範囲含めて。これはロースが重なるかもしれへんのか、うん、それとも誰かがあんことかで持ってんのかなとか考えて、うん、まあそうですよね、どっちも合いそうで気持ち悪いですよねでもロースがあることを信じてロース重なってもいいしって思ったんですけどあとパーマン短期の時って、うん、やっぱり最後土田プロの最後の手出しがウーマンだったからちょっと嫌だなっていうのがあったんですか。そう、現物のスチーソー取るよりは、うん、やし、うん、スチーソーも出て、スーソー出ての感じやったんで、あ、出た後にテンパイだから、あ、間に合わなかったみたいな。それはもうなんか上がりん気もしたんで。なるほどね。ファーマンもね、はい、まあちょっと残念な今回はね成績でしたが、はい、めっちゃ、まあ、気を取り直して最後、はいはい、もう一戦ありますんで、はいはい、じゃあ最後告知お願いします。私が出勤している天王寺のビッグウェーブは参入地専門の店になってます。基本的には出勤してるんですけど、ちょっと最近は週3、4ぐらいになったんで、またブログとかチェックしてもらって来てください。はい、よろしくお願いします。そして僕頑張るです。残作見てくださいいつも5秒ぐらいですねはい、わかりました。ジャンサク見てください。はい、お疲れ様でした。最初よろしくお願いします。はい、続きまして2位でしたね、ブル梅田店、はい、土田プロ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。悔しい。いや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 ね、うん、悔しかった。最初はリード、そうですね、コツ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 言っていた感じだったんですけど、はい、そうですね、ちょっともう私のね流れに巻き込めてたなと思ったんですけど、うん、乗り切れなかったですね。本番はねいい感じで広がったんですけど、そうですね、やっぱり、うん、ペンサンワの13色追いつかれてからのですか。そうですね、あれすごかったですね。実際なんか報酬したのはあのペンサンピンぐらいですか。あ、パーマン、パーマンも報酬してますね、沙織がちゃんとさん。 そうかあれちょっとぬるかったかなと思いました、あのパーマンは、ダッパーマン。まあでもどな、でもあれ、デンちゃんにかけての封じ、ね、かけですもんね。まあしゃあないかな、はい、はい、7万点トップじゃないともう意味がなかったんで、あの排水時の、排水の陣ですね、なんで、もうとりあえずもう、はい、展望をもう全部行こうと思って、まあ、個人の、個人のポイントもありますし、とにかくなくしかないですよね、はい、なったんで、はい、まあ、これで残念な最終戦抜け番となります。はい、まあ、気を取り直して、ね、あと1回ありますんで、はい、どっちが打つんですか。私が行きます。わかりました。じゃあ最後に告知の方よろしくお願いします。はい、はい、ブル梅田店は梅田駅徒歩すぐのとこにあります。泉の評判を M9 番出口を上がったらすぐにあります。皆さん来てください。来てください。あと、はい、びっくりニュースが、びっくりニュース、今月から、はい、なんと女流プロが、はい、3人、はい、新規導入します。あ、そうなんですか。すごいでしょ、私が去っていくんで代わりに3人、はい、3人よこしたと。そうですね、今月から、いや、もしかしたら4人ですね。あ、なるほど。今月から、まあ、だからまだ秘密なんですけど。あ、そうですね、はい、あ、はい、秘密でなんですけど、はい。で、公開はどこでやるんですか。公開は
誰かのブログとか誰かのブログとか頑張って探してください。わかりました。あんま告知になってないような気がしますけど、はい、誰か来るってことで、来月では言える感じやな。いや来月にも言えないかもしれないですね。そうなんですね。まあ、とりあえずナンバーに来てください。はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。あと1ヶ月か、2ヶ月か。コンペテンのお母さんは風邪でダウンしました。そうなんですよ、お母さんダウンしちゃった。はい、早く治ってほしいですね。はい、ありがとうございました。はい、わかりました。お疲れ様でございました。そして最後ですね、リズムチーム、麻生さん。はいはいはい、麻生さんやりましたね。なんでこそこそでしょ。なんとなくやりましたね。ささやき狼の2人みたいになってますか。はいはいはい、よかったよかった。ペンサンソでも、うん、ペンサンソでペンサンワンは最初はとりあえず狙ってみようぐらいの感じ。本気じゃなかった。また配分悪いなと思って。あれがでも決まる、不思議ですよね。あのペンサンピンの追っかけ出ちゃったじゃないですか。ありました。あれ一回やめてましたよね。一回取らずで、ね、ドラパーピンやし、ドラパーピンやし、うんうん、まあでもその時点でちょっとスッキリ薄くなりかけてたんでどうしようかちょっとその時思ったんですけど、うん、いやまあさすがになと思って外して、うん、ローピン切った瞬間にパーピン切ってふざけんなこの野郎みたいな。いやもうなんかその時点ですでに3ピンも恐ろしく言ったのに逆にね、逆にすごい素晴らしい街みたいな。いやいやいや、その辺の切り替えはねさすがでしたが、あとはん、あとはなんだ、なんもなかったです。なんか何もなかった。あ、最後ってどうする？最後は、そう。いやでもなんか鈴宮さんがもう泣いて、うん、もうすごい連チャンする構えみたいなやったんで、もう当たろうと思って。まあ、別にトップ2着でも、うん、あの40ポイント、うん、開くんで全然上がります。まあ、うっかりね、緩めて連チャンされてトップまくられるのが一番バカバカしいですよね。それが一番アホなんで、はい。上がります。3時ですね。ああまあまあ素点があるんで、まあ込みで、ね、はい、40ぐらい。まあとりあえず第一目標というか、まあ結果としてはかなりね、はい、最初の抜け番を2回目に持ってきたよね、これで、うん、はい、トータル2着になったので、はい、そうか、そこまで、はい、トータル2番目に抜ける位置に上がりたくて、やっぱり最後の方で戦える回数増やしていた方がいいですね。増やしときたかったね。はい、なるほど。じゃあ今日はあと1戦あるわけなんですが、あおよくばこのまま、今マーチャオチームと何ポイント差ですか？トップ取ったら何万点のトップでしたっけ？今4万点ぐらい。50、53。今4万点ぐらいのトップです。30なんで 5%、60ないぐらいじゃないですか？60ないぐらい。トップ取って40ですから、まあまあ、5万点のトップで。5万点、うん、まあでもトップ取っとけばみたいな感じか。うん、はい、まあ、可能性は十分あると思いますね。はい、あそうは終わってないって。終わってないよ、2人とも終わってないよ。リズムチームまた東京行くで。次私が打ちます。はい、はい、分かりました。はい、じゃあ最後告知の方よろしくお願いします。はい、麻雀クラブリズムは京橋駅から歩いて30秒のところにある三人打ち専門のお店です。なんと麻雀卓が13台あり、そのうちの一つはちょっといいとこで買った。なんと大久保さんのガヤが入りましたね。麻雀卓リズムには、麻雀卓リズム、麻雀リズムにはマージャン卓が13台置いてあり、わかんわ、皆さんお待ちしております。はい、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です。さあ、というわけで第4戦の対局は以上となります。この後はなんとあの CM 新バージョンがあるかも。はい、こちらをご覧ください。